番言いたいのは、ご飯を食べるときですね、あーっと口を開けんなあかんから、で、噛むときと噛む力と噛む力のときはガクッとなります。痛いです。そのどうなったのかわからんけど、骨と骨が当たってるんか、線に神経が行くんか、僕も専門家じゃありませんから、わかりません。近くの、どういうか、手術までやって治る病気か、病気でないか、定かではありません。それから僕は、自分で治したいと思って、頑張っています。マッチピースとか入れたり、やってもらえて、やられてる人もいてるんですよ。だけど、何でもお金はかかる。できるなら自分で治したいです。泣き分ける方法やったら、僕らが痛くなるだけです。尺をこうやって跳ねてやっても痛くないし、伝えても痛くないし。なんかこの運動は絶対やってください。痛いときには、やってください。刺激か、どういうか、筋肉が当たってるから痛くないんです。無理に吐けたら痛いですよ。手をやらんと痛いですよ。筋肉をやらんと痛いですよ。筋肉を置いてから口を開けんと痛いですよ。ガクガクガクってなりますよ。僕がなってるんだから仕方ない。一生こんなんで行ったら嫌やから、まだ生きていかんなあかんし、一生痛い目に、本当の目にはなりたくはないです。どうにか治したいです。ご清聴ありがとうございました。